ちは。ゆくぽかチャンネルへ、ようこそ。今回はギャレットとアンジとの、反動を紹介していくぞ。あのキャッシュゲーム最強の二人の、プレイがまた見られるのね。今回は因縁の二人のぶっ飛んだプレイが、見られるんだぜ。一体どんなプレイなのか楽しみね。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。早速反動を見ていくぞ。今回のレートは、25ドル、50ドル、100ドルのブラインドが3人いるテーブルなんだぜ。アンディがニポケで UGG からリンプしているわ。これはいきなり変わったプレイを、しているわね。クイーンジャックオフを持っているプレイヤーが、400ドルにレイズだぜ。アンディの思い通りにはいきそうにないわね。ギャレットがエース10オフでさらに、レイズ、1600ドルに、レイズなんだぜ。すごいアグレッシブね。まるで、相手のハンドが分かっているかのようなレイズだわ。ここでアンディがニポケでさらに、レイズなんだぜ、4000ドルのレイズだ。え、何そのプレイ、いくらライバルだと言ってもプレイがめちゃくちゃすぎるわ。それに対してなんとギャレットは、さらにレイズ、12000ドルのレイズなんだぜ。もうお互いめちゃくちゃね。なんでもありの勝負になっているわ。しかもこのレイズにニポケでコールしたわ。一体どうなってしまうのかしら。フロップは9、8、3のダイヤが2枚なんだぜ。ボットにはすでに300万円近くが入っているんだぜ。ギャレットは8000ドルのベットを選択したんだぜ。アンディは現状自分が勝っていると思えるのかしら。ニポケなんてどこにも勝っていない気しかしないわ。一旦コールを選択したな。ターンはダイヤの5なんだぜ。アンディは一応フラッシュドローがついたんだぜ。2のフラッシュドローってすごい心もとないわね。本当におまけって感じね。ギャレットは諦めずに1万5000ドルのベットをしたんだぜ。これにはニポケもさすがに厳しそうね。フロップコールしただけでもすごいと思うわ。が、ここもコールを選択したんだぜ。まだ勝っている可能性があると思っているのかしら。すごいハンドリーディングをしているわね。リバーは4なんだぜ。ギャレットは諦めずにブラフベットを打つかしら。ここは諦めてチェックを選択したんだぜ。アンディもチェックをしたみたいね。800万円のポットはアンディが獲得したんだぜ。ハンドを見せられたギャレットは信じられないといった顔をしているな。そりゃそうよ、こんなに打ち合ったのに出てくるのがニポケって。私でも開いた口が塞がらなくなってしまうわ。これアンディも勝っていることにびっくりしているんじゃないの。今回はライバル同士のはちゃめちゃなプレイを見てもらったぜ。でもお互いのプレイスタイルを熟知しているからこそできるプレイよね。視聴者のみんなは絶対に真似しないようにしてくれよな。それではさようなら。ポーカーを始めてみたい人に朗報なんだぜ。ゆくポカの公式ポーカークラブができたんだぜ。誰でも無料で始められて、今ならお得な特典付きだ。ポーカーで強くなって一緒に世界を目指そう。詳細は概要欄をチェックするのよ。